皆さんこんにちは。今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章にゴク、マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。ゴク、マゴクとは北の果てのあなたの国とあるように、イスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期について、エゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされ、また集められるという予告を含みます。その予告通り、 AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされ、イスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて、彼らは皆安心して住んでいるという言葉が、ロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は観覧時代の初めに締結されますから、この戦争は観覧時代に起こることが分かります。黙示録6章8節、第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを意味していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由は、エゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し、同士打ちをするようになり敗れるのです。この地震は第6の封印の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。